さあ今回もですね、デュエルリンクスの歴史番外編ということで、今日はですね、過去発売された第25弾、そしてストラクチャーの中からこれは当たりだったなっていうボックス、これをですね、皆さんと一緒に見ていこうかなと。個人的な、僕の個人的な見解が大いに入ってますんで、その辺でちょっとご了承いただければなと思います。当たりボックスです今日は、この間ハズレボックスのランキングやったんで、もしよかったらねハズレボックスのランキングで何がおもろいんだっていうのはあるかもしれないけど、まあそちらよければ見てください。で、当たりボックス、当たりボックスランキングはですね、結構いろんな観点があるんですが、基本的には環境で活躍できたかどうかっていうのを見ていこうかと思って、で第4位からこれ、ね、4個今回もあるんですよ。4個4つ、まあざーっと見てこれよかったなっていう僕さんありました。まずですね、ドーン・オブ・ディスティニーっていう、ボックスで、どこだこれだ、ドーン・オブ・ディスティニー、これはねものすごく有能だった。このボックスはこれなんでかっていうと、そもそもですね、ミニボックスなんですね。だから、開けやすい、まあミニボックス、もともと今はもう100パックになっちゃったけど、もともと80パックだったんですよ。ミニボックスって80パックだったんで、すごくですね、向きやすかった。要は3枚揃いたいカードを狙いやすかった。リセットできるから簡単に。でラインナップもこれ見てください、ネフティスがね入ってるんですよ。で俺ね、だいたいこの辺のこのドーブディスティニーが発売されてから、まあ何ヶ月か、何ヶ月間かくらいは基本的になんか初心者の方にどのボックス今見たいですかって聞かれたら、もうドーブオブディスティニーでしょって言ってたと思います。多分これなんでかっていうと、これミニボックスで完結するんですよ、ネフティスデッキって。これまあ今だったらユベルっていうモンスターが入ってるデッキが主流だと思うんですけども、当時はユベルがなかったんで、まあ基本的にはネフティスビートダウンみたいな、ネフティスで相手のバックを除去しながら、魔法トラップをなくして相手ので、安全にネフティスとかでぶん殴っていく、粉砕とかで、ね、粉砕とかでぶん殴っていく、まあ、粉砕もすごい強かったんで当時は。今だったらもうデュエル中に1回しか発動できないっていう効果のスキルは、昔はもう何回でも発動できたんで、なんでこのネフティスを、まあ、要はこの炎王の孤島とか炎王獣役者とかで破壊して、で相手のバックをバコーンってバチコリ破壊していって、でネフティスを出していく、でクリボールとかでまあ会社のターンも守ってみたいな、自分の魔法トラップも破壊しちゃうんで、このネフティスってなんで、自分の魔法トラップではライフ守れないから、ガラキになったフィールドをクリボールで守って、また墓地からこいつが帰ってきてみたいなことをしていく。これがすごい優秀だったんだよね、このデッキ、ネフティスっていうデッキは。無課金の方でも組みやすかったと思うし、ミニボックス3種なんでだし、まあ、ラインナップ他に見ても結構強いカードをいくつかあって、例えばですね、こいつね、豪華の重騎士、これとかも結局デュアルデッキとかも出てくるんですよ。あとね、デュアルスパークっていうカードが追加されて出てくるんだけど、こういう、豪華の重騎士も結構活躍できたし、あとそれからそうですね、まあ猪突猛進ですね、これが圧倒的に強かった。昔はもう本当に3積み安定のカードだったんですよね、昔は。今だったらもう入っててないけどね、これたまになんか使ってる人いて発狂することはあるけど、読めねえと思って発狂することはあるけど、でもね、猪突猛進はね、当時はもうマジで強かった。そのカードは属性宣言して、相手の殴ってきたモンスターの属性 に合わせて、でそいつ破壊するっていう効果なんですけど、めちゃくちゃ強かったね。でまあバーッとラインナップ見てると、ナチュルとかもあって、こういうハイドランジーとかパンプキンとか、マーロンとか、この辺のカード、これね無課金御用達なんですよ。粉砕ナチュルっていうデッキがありましてね、これ懐かしい人も多いんじゃないかな。粉砕ナチュルめっちゃ安かったし、結構強かったんですよ、結構強くて。だからまあこのボックス2個デッキ作れるんですよね、普通に。ネフティスデッキっていうのと、あとナチュルデッキ、まあ、両方とも粉砕っていう脳筋スキルを対応するんですけど、そういうことができたんで、めちゃくちゃ強かったっす、めちゃくちゃ強かった。で魂のカードっていうね、ここで採用されてるこのライフポイント、自分のライフポイントと同じ数値の攻守の合計のモンスターをサーチできるっていう、これでこの
メフティスを持ってきたりとかできるんですよ。だからこれがねリンクスとすごい相性が良かったなと思います。なんでまあ総合的に見て第4位ぐらいがドームディスニーなのかなと思います。このボックス本当に優秀だね。でじゃあ第3位はこちら、ソウル・オブ・レゾレクション。本当に優秀、このパックは、このボックスは。なんでかっていうとですね、まあ、ミニボックス、まあ、ちょっと増えた、まあ、新しいパックなんで100になってるミニボックスなんですけども、知らぬい、まあ、今多分おそらく環境トップ候補なんじゃないかな。だから今はなんか魔法の使い手とかが流行ってたりとか、あの30万円の知らぬいが流行ってたりとかね、芝刈りのがしたりとか、まあ、あと罠地区の捕食員型知らぬいとかが流行ってたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、行きたいとか。どれも強い、どうやって組んでも大体強い。知らぬいは墓地シンクロができるテーマなんですよね、知らぬいっていうのは。でこれがやっぱミニボックスっていうのがでかいね。ミニボックスっていうのはミニボックスなんで、まあ向きやすいし、そこそこね。でまあ、UR のこのモンスターたち、そんなに複数積みしなくてもいいんですよ。つまり SR だけ狙っとけば大体大丈夫っていう。だからまあリセマナもある程度しやすいかなと、まあ、基本的にこのモノノベとがモノノベが3があれば、まあ、あの他は別に、他の SR は別にそんなにたくさんなくてもいいんで、まあ、影物2とかでも別にいいと思うし、まあ、まあ、本当はここ3、3あると一番いいと思うんですよね。組み方の幅が広がるから。なんだけど、まあ、これ2、これ3ぐらいあれば多分いけると思うんですよ。なんで、まあ、かなりね、あの有能なボックスだと思います、これは。なんでかっていうと、このボックスだけで完結できるデッキがめちゃくちゃ強いから。やっぱね、ミニボックスで完結するあのテーマが、デッキが強いってすごい重要で、リンクス始める人にとっては向きにくいんですよ、メインボックスって。どうしてもやっぱ200とかあると欲しいカード分散してて、なんかこれ1枚だけ欲しいとか無理だから。200ボックスとかあるとシングル買いねえし、リンクスに生成もねえし、カード生成が。だから、まあ、そう考えるとやっぱ結構なんだろうな、あのミニボックスっていうのがそもそも有能で、その中でもそのミニボックスの中に入ってるテーマが有能っていうのがまあ条件なんですよね。まあ、その知らぬいが、まあ、本当に今でも強いし、まあ、これからも多分強いと思うので、なのでこれは第3位くらいかなと個人的には思います。あと個人的な話ですけど、キラートマト、これね、あのトマト自爆特攻ができたから嬉しくてこれも、まあ、この中のパックだったら俺一番エースモンスターがこれだから、これ俺のエースモンスターもこれやから、このデッキの、ね、このパックの中だったね、うん、っていう、まあ、あとはバスターモードゼロとかも一応入ってるし、なんか、うん、あとこの竜の鏡、ドラゴンズミラーとかが追加されて、なんか結構竜騎士、究極竜騎士、マスターオブドラゴンナイトとかが出しやすかったりとか、まあいろいろあるんですけども、まあ総合的に見てこの第3位くらいかな。汎用カードはあんまないですよね。汎用カードないけどテーマとして優秀だった、そういう話です。じゃあ次、続きまして第2位いきましょう。第2位はですね、グラッシュオブウィングス。これもね、有能だね。このボックスは本当に有能。1位迷った、正直これにするかどうか。なんでかっていうと、ソラカスね、ソラカスです。クーガダンですね、クーガダン。リンクスといえばクーガダンってやつがあるんですよ。ぶっちゃけ OCG ではなんか全然活躍しなかったクガダンが環境トップに急に躍り出たっていうね、これがリンクスクオリティなんですけども、これがクガダンボックスで、このボックスがミニボックスなんですよ。またミニボックスで80パックのねミニボックスで、でそもそも UR に万能時代もあるって、これやっぱね対象取んない破壊が強いんですよね、すげえ強い。まだこの UR、まあ、これはまあなくても別にいいんだけど、アレクトールパイセンはなくてもいいんだけど、万能地雷はめちゃくちゃ優秀で、これマジで何枚持っても俺7枚あるからね、まだ。まあこれプレミアムを狙ってて、あの万能地雷のプレミアムを狙ってて、7枚になってるんですけど、これはねめちゃくちゃ有能だった。で万能地雷が UR でそもそも優秀っていう点と、あとそれからやっぱり SR にビートとかがいて、でクーガダンって何が強いかっていうと、やっぱり R 以下が多いんですよ。R 以下が多い、見てください。今リミット2、リミット1とそろそろ許してあげて、そろそろ許してあげてくれっていう話なんだけど、まあ、これがすごく優秀な理由ですね。レアリティが低い、組むための、まあ、必須条件は、ビート3で、後の、まあ、モンスターは、まあ、適当にやってる集まるから R 以下だから、なんで組みやすかったと、あとそれ以外にもこのゼンマイジャグラーとかこの辺強いんだよ、シンプルに強い。このモンスターはこれ相手モンスターと戦闘を行うと、ダメージ計算後にそいつを破壊できるよっていう
カードなんですよ。一応あのそのデュエル中に、デュエル中っていうかフィールド上に表側でいる限り一度だけっていう感じなんだけども、なんかこのゼンマイジャグラー自体もそもそも強かったし、あとなんか地味に強かったのがこのブラックファルコンっていう、原住機ブラックファルコンってこの地味に強いやつ。これあの攻撃宣言するとトークンが出ると、でトークンをリリースするとなんかあの相手を守備用心できると、でそれが相手ターンでもこの効果は出た、この効果は相手ターンでも発動できるっていう、このパターン、これが地味に強いかったんですよね。プレミアム化が、ちなみにプレミアム環境界隈ではブラックファルコン3積みのやべえデッキが暴れ回ってたりしたんですよ昔はね。今はもうなんかそんなに強くないけど多分、うん、なということでなんかね、あんまりね外れカードはないんだよね SR 以上とかにも。まあサイコウィザードも普通に強いし、普通に強いし、まあメガラプターも弱くはないよね。 メガラプターも弱くはない、打点1000キャラだしね。だし今ブローバックドラゴンだけなんか今もうもはや使ってないみたいな話はあるけど、だからこのボックスは本当に有能だった。あと、まあ、コアなファンが多いワームも、まあこのダブルピース、アヘガオダブルピースマンとかがいるし、ワーム好きにはたまんないばっかだった、まあ、基本的にはこのソラカスパックでしたねこれはね、はい、ということで第2位は、クラッシュオブウィンクスでございました。いよいよ第1位いきますか。第1位の発表を、当たりだったボックス第1位、これはですねメインなんですけども、ウォリアーズユナイト、これです。これが第1位だと俺思う。これなんでかっていうとですね、これですよね、環境をぶっ壊した、これは環境をぶっ壊したと言ってもいいと思います。この新6部署支援、こいつがあるだけでもうやばい、価値があるボックスですね。6部署もうその出た瞬間からもう動画でも強いっていう話はしていて、でまあもちろん環境、このパックが出た当初は本当に6部衆だらけ、ランク戦はまあストラカスの時と同じですよね。もうどこを見ても右行っても左行っても6部衆みたいな、まあ、そういう状況が生まれておりましたね基本的には。でもちろん UR とかが結構多いんで集めにくいっていうのはあるんですけども、これね、深淵の選択者が入ってるってもでかいし、これね、おいおい活躍するんですよ。これね、このパック、何個あったのかな、呼吸突、召喚時呼吸突っていうモンスターがいて、対象取れないモンスター。ああいうのを処理するために、こういうの活躍したりとか、あとネオスとかを処理するために活躍したりとか、あとね、これね、これがあるのがもう一番の、なんだろうな、ポイント、コンセントレート、まあ今やリミット2なんですけど、このカードがいろんなデッキに入っていて悪さをしたし、悪さをしたと同時に弱い、そのパワーが、デッキパワーが弱いデッキを助けてくれた、このコンセントレートカードは。だからまあリクスのいい面でもあり悪い面でもあるというカードですね。これが入っていた、でやっぱりね、これね、このカードが強すぎた、本当にこのカードが強すぎる。なんかこっちの展開を阻害してくるから、もう2体以上展開したら2通り飛んでくるし、1体だけで展開していったところで結局なんか巡るとかなんかバウンスとかされて1球されるしみたいな、もう本当にこのカードが悪さしたよね、極部派2通りっていうカードが。なんで総合的に見てこれ1位かな。まあ個人的に1位、2位、3位はマジで迷った。修羅の井、空画団、6部はちょっと迷ったんだけど、やっぱ6部集のパワー、デッキパワーっていう意味で1位にしました。であと6部集だけじゃなくて文房具も組めるんですよこれ。前リサがネフティスのパックでも同じようなこと言ったけど、そのメインボックス、このボックスを周回すると、まあ、2個以上のデッキが組めると。文房具もこのボックスを、まあ、周回すると集まるんで、あとは防御札を突っ込んで完成みたいなことができるんで、だからこれ L なんだね、というかね試合の道場が、ということがありまして、まあ、なんで、まあ、総合的に見てこれが1位かな、1位2位ぐらいかな。ゴブリンもいいんだ、強えば、もう後で召喚獣のデッキにぶち込まれる最強のね壁なんですけども、肉壁、最強の肉壁なんですけどね、はい。あ、これもあんじゃん、メガルドシティ、やばいわこのボックス、やっぱやべえこのボックス、めちゃくちゃ有能だわ、めちゃくちゃ有能。 KC でも活躍しましたメガルドシティね、はい。ということでいかがでしたでしょうか。ぜひね皆さんもこれ当たりだったでしょみたいなボックスあったらですね、ご意見いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。